はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、うん、今日も都市ミナティのお時間が来ましたよ。騒がないで。いや、怖いから。びっくりした。え？怖いから。怖い？揺れると怖いから。あんまはしゃがないで、揺れると怖いから。景色がいいですね、しかもね、これね。もうちょっと情報型でよくわかんないけど。景色がいいんですけど。景色が良くて、揺れるところ。観覧車の中かな。ああ、惜しい。言いましょう、うん。ここね、奥多摩湖のロープウェイなんですよ、今ね。そこから今、はいはい、僕ら、撮ってるんですけれども、ね、お送りしてるんですけれども、なかなかね、はいはい。まあちょっとヒヤヒヤしながらね。そうやってるっていう、なかなかね。やってないですよ。ロープウェイじゃないですよ、ここは。ね。下手か一応乗るかどうか、ちょっとすごい不安になっちゃった、ね。ロープウェイとかかってる、うん、そうそうか。不安定な中ね、やってますけども。はい、じゃあ説明してください。はいはいはい。ここね、奥多摩湖ロープウェイじゃないんですよ。うん。ここは早瀬の家なんですよ。あ、そうでした。はいはいはい、はい。早瀬の家でございます、ね。そうなんですよ。じゃあロープじゃないですよ。そう。なぜじゃあ奥多摩湖のロープウェイかっていうと、うん、ここ心霊スポットなんですよ。なるほどね。ロープウェイが心霊スポット。うん、そう。珍しい感じじゃない、うん、?1957 年に完成された、まあ、人工の湖、うん、奥多摩湖、うん。うん。なんですけれども、まあ、その周辺の、観光地の開発の一環として作られたのが、この奥多摩湖にかかるロープウェイなんですね。うん。うん、まあよくあるパターンですよ。そう。うん、ただ、この奥多摩湖ロープウェイなんですけれども、上流に2本の橋が完成したことにより、うん、1966年、ちょうど50年前ですね、うん、あえなく運行を停止したんですよ、うん。そこからずっとほったらかしになってるんです。まあ、いらなくなっちゃったと、うんうん、作ったけど。そう。なので、ちょっと珍しいですね、ここロープウェイ、ゴンドラが残っている廃墟スポットとして有名なんですよ。なるほどね、うん。うん。そのまんま残ってんの？そうなんです。そのまま残ってるんですよ。乗ることもできます。動きはしないですけどね。はいはいはい。うん、しかもそれ、うん、幽霊が出ると。しかもその廃墟のね、ゴンドラ、ロープウェイに。その、ゴンドラとかの、うん、なんていうの、溜まり場みたいなところじゃなくて、中の話。中です、ゴンドラの中。中なんだ。うん。まあ中というか溜まり場もそうなんですけれども、うん、まあ霊的な噂としては、ゴンドラ付近に女性の霊が出没すると。そして、このゴンドラの中でも様々な霊現象が報告されており、この近くの奥多摩周辺の道路では、うん、毎年のように、交通事故が多発している場所らしいと。へぇ、うん、誘発してるんですね。この交通事故というのも。見晴らしがいいのになぜだ。見晴らしがいいか。うん、そっか。なあ、いわゆる交通事故がよく起きるような場所じゃないのに。そうそう、うん、湖の周りですから。なんもないですからね。まあ、確かに。そんなすごい人通りあるわけでもないだろうしね。そう。だからなぜこんななんか、ね、あの車の対向車線からじゃあ車来るとかそんなもないのに。うん、なんのそもそも例なんだろうね。そう。なんでこんなクソ田舎で事故がこんな発するんだろうっていうのは、まあ、心霊スポット、奥多摩湖ロープウェイなんですね。乗れちゃっつのが怖いね。うん。うん、入れなきゃあれだけど、まあね、うん、珍しいパターンだね。動きはしないです、ね、ゴンドラには乗ることはできます。はいはい、というのはまあ曰く付きのスポットね、紹介してます。ただうちは奥多摩湖ロープウェイでないので、うんうん、乗っても全然見晴らしいとこ進まないのにね、うん、たまに揺れるけどね、ちょいちょいまあね、フラフラっとなるけど、フラフラっとなるけれども、うん、本当に日の光もささない、目の前に大きなねマンション建っちゃったから見晴らしクソ悪い速さの家ですから、うん、たまにね、うん、近隣の男の声が聞こえるぐらいで、そう、うん、本当にあとは大丈夫です。食うぞ聞こえるぐらいで、はい、それ以外はないので、はい、まあね、うん、じゃあ今日も早瀬拓からはい、お送りするわけでございますけども、お送りするんですけれども、今日は今回、はい、何を話すかなんですけれども、先にですねタイトルを失礼いたします、うん、はい、オカルトドゥセブン。はい、はいはい、久しぶりですね。久しぶりですよ、うん、これはね、うん。いつぶりかっていうのもちょっとわかんないぐらい久しぶり。まあでも、ここ1ヶ月ぐらいはやってない気がしますね。全然1ヶ月以上やってないじゃないですか。まあこのオカルト27、27がね、うん、あの深夜3時。うん、24時のね、あれから数えて、27で。なんですよ。うん、まあまあ、牛蜜時なんですね。うん、まあ、オカルトに一番、まあ、縁のある時間、うん、深夜3時、牛蜜時ということで、まあ、オカルトのニュースを、うん、なんかちょっとあの、ニュース番組っぽく、ちょっとあの、ご紹介していこうじゃないかと。はいはい、っていうね。うん、もう、早瀬しかやってないコーナーですよね。やってもいいのに、全然。
いや、なんかちょっと肌に合わなそうかなと思って。やっていいんですよ。まあね、うん。うん。あれだよね。だから、結構ニュースっぽく、細かくいろんな話が、そう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 。出てくるみたいなイメージでいいんですかね。まあ一発一発がちょっと短いんで、うん、まあまあまあ。まあまとめてね。そうそう、まとめて。まあニュースってそういう感じだもんね。消化しようっていうような。残飯処理企画ですね。そうそうそう、はいはい、その企画なんですよ、はい。じゃあまあまあ失礼いたしますね。はい。オカルト27。さあ、今週もやってまいりました。司会進行は私、林康弘でございます。よろしくお願いいたします。そしてゲストはこの方。どうぞ。はい、岸本です、はい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 。よろしくお願いします。もうゲストというより、レギュラーみたいになってるけどね。そうですね。うん、いいじゃないですか。ほんとゲストいるときやってもらってもいいですからね。僕だけじゃなくてね。ゲスト来たときこれやったらポカンでしょ。そうだね。そっか。え、まあ俺も毎回ポカンだよ。どっちか。ようわからん番組に呼ばれて、その中のコーラーのようわからん番組に出演、どういうこと、ね、ミニコント、ね。二重にわからんってなるから、うんうん、まあまあ今回は、ね。まあね、じゃあ被害者は僕だけということでやっていきますけど。そう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 、お願いマスカットの大久保さんみたいな。そうだね。立ち位置的には。立ち位置的にはね、うん。そうなんですよ。あなた、そんなキャラでしたっけ、そもそも。こんなんでしょ。こんなんでしたっけ。あれちゃいます。いや、なんかもっと、もっと変な感じだった気する。あんまっすか。まあまあ、じゃあニュース行きましょう。まあまあ、ね、やってください。一、はいはい、つ目のニュースはこちら。ホピ族の9つの予言。はい。というような、まあ、ものなんですよ。ホピ族。ホピ族。あんまりね、うん、聞き馴染みがない。ない、そう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 、うん。あんまり聞いたことないですよね、ホピ族。そうですね。うん。このホピ族というのは、うん、アメリカのアリゾナ州砂漠地帯に住む民族で、うん、マヤ文明の末裔と言われておるんですよ。おー。うん、ホピ族ね。なかなか予言とこうリンクしてきそうだね。うん、そうそう、そう、うん。ホピというのは彼らの言葉で平和の民という意味なんですよ。平和の民族、はいはい。平和の民の集まりみたいなんですね。うんうん、なんか友好的な感じしますね、じゃあ。そうそう、うん、なんですよ。でこのホピ族の聖地には、うん、プロフェシーロック、予言の岩と呼ばれる岩があり、うん、そこには人類の未来の予言が図形で書かれており、ホピ族はホピの予言と言われる神々から伝承されたとされるその予言を代々語り継いできたんですよ。ほう。それは未来を含む、まあ、過去からね、うん、未来まで約5万年の歴史と未来について、まあ、そこに書かれていると。石に。ほー、うん。で、今起きていることはすべて、うん、エルダーと言われるホピの長老によって、以前から予言されていたというんですって。うん、なるほどね、うん。その予言があるんですよ、いくつか、うんうん。しかもそれが当たっていると。ちょっとそれをご紹介させていただきます。まず一つ目の予言、うん。白い肌の者たちが大陸にやってきて、雷で敵を撃つ。ほうほう。うん。白い肌というのは、このアメリカ大陸に来たヨーロッパの白人のトライですよね。そして先住民を迫害してきたっていうようなものが一つ目の予言。まあね、歴史だよね。二つ目、声でいっぱいになった木の糸車の到来。ん？声でいっぱいになった糸車。そう、これは。あれか、レコード？あ、違います。これは白人が作った馬車。馬車？馬車のことらしいんですよ。で、次、うん。バファローに似た角の長く大きい獣の登場。バッファローに似た？うん。これは白人が連れてきた牛のことを指すんです。ああ、なるほどね。ここまでよくわかんないでしょ、はいはいはい、まだ言われてもなんかこじつけちゃうかっていう。まあまあ、そうだね。あの、次、すごいんですよ。鉄の蛇が平原をかけるっていうな。全然ピンとこないよ。え？鉄の蛇？蛇が平原を通る。平原を通る。通る車か。これ、あ、近いです、でも。鉄道です。鉄道か、はい。なるほどね。あ、ヘビね。鉄のヘビって。電車の方か。うん、そうそう。5つ目。うん。巨大なクモの巣が地上を這う。なんでしょう。インターネット。これ電線。まあ、インターネットみたいなもんですよね。電線ですよ。ことごとく当たってねえけど、俺。まあ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 、ちょっと惜しいところね。ちょっと惜しい。うん、三角ばっかりです、今。うん。6つ目。よし。大地に石の川が交差する。大地に石の川？石の川。石の川なんでしょう。石の川、道路。正解。ああ、高速道路。なるほどね。正解です。7つ目、うん、海が黒く変色してたくさんの生物が死ぬ。まあそれはそのまま。うん、まあね、うんうん、まあ石油の海への流出事故が7つ目ですね。はいはいはい。そして8つ目、うん、挑発の若者が部族国家に加わり、うん、原住民の生き方と知恵を学ぶ。え？うん。挑発？
挑発の若者が部族国家に加わり、原住民の生き方と知恵を学ぶ。八つ目。なんでしょう。あ、それ自体のなんかあるの？出来事として。出来事があります。これちょっと難しいかもしれない。言いましょうか。うん、あのヒッピー文化がやってくるっていう。なるほどね。はいはい、あ、そういうことか。ここまでが今までの歴史の予言です。ここからは未来の予言。あったことだよね。あったこと。九、うん、つの予言って言われているので、9つ目いきます、うん。これから起きる出来事です。まだ全部当たってますからね。うん、天の住居が大音響と共に落ちてくる。青い星のようなものが見えるとき、ホピ族の儀式は間もなく終わりを告げる。うん。お？っていうのが9つ目。これ何でしょう？ラピュタ的な話？あ、でも近い。なんかがでも落ちてくる。そうそうそう。天の住居が大音響とともに落ちてくる。すごい音を上げながら。あー、近い。ちょっと違う。言いましょうか。宇宙船。お、正解。うん、宇宙ステーション。あー、なるほどね。ではないかと言われていると。はい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 、だから、まあ、これのように言うと宇宙ステーションが落ちてきて、うん、ホピ族の儀式が終わるというのは、うん、この今第4の時代と言われてるんですけど、マヤのね、うん、マヤの第4の時代、ね、この第4の時代というのがこ の, あの宇宙ステーションが落ち、うん、もうすごい音立てて落ちてきたのと同時に終わるんではないかと言われているんですよ、うん、なるほどね、うん、そして次の第5の世代に行くんじゃないかと言われています、うんうんうん、そのきっかけなんだ。そうそう、うんうん、で第5の世界何があるか、うん、地球の浄化、うん、この第5の時代の始まりとは先ほど挙げた世界滅亡ですね、うん、9つの9つ目の予言で、うん、ハルマゲドン的なことになるのかな。そうそう、でこの家、わずかな人間を残して第4の時代は終焉を迎えてしまうということなんで、うんうん、もうちょっと人類がものすごい数減るというような、うんうん、本当に選ばれた人類しか、うんうん、この地球には残っていないだろうというような予言なんですよ、うんうん、新人類の誕生とかね。そうそう、ね、あのニューワールドオーダー、うんうん、新世界秩序、そうだね、人口削減とかね、まあ、そうそう、だからそれにちょっと合ってるんじゃないかっていうような予言なんですよ、うんうん、そこともリンクするような、うんうん、っていうのがあの今ちょっと、うん、あの海外で話題になっているホピ族の9つ目の予言と言われてるんですよ、うん、そうそうそう、面白いね。そう、ちょっと面白いんですよ、うん、これがまあいわゆる予言っぽいわ、うん、これが一つ目のニュース、はい、ニュースで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃ続いてのニュースいきましょう、うん、川崎重工が人格を持つバイクの開発を始める。はい。これはですね。はい、どんな。今年の8月、うん、川崎重工が人工知能を持つ、うん、モーターサイクルの開発に着手した。ということを発表した。要は、あの人工知能を持つ、うん、バイクの、うん、開発を始めたよっていうことなんですよ。バイク。うん、これからは単なる移動手段ではなく、うん、ライダーが操る喜びを味わうためのマシンとして、その思想をさらに高いレベルで実現するために、バイクそれぞれに個性を持った人格を与える取り組みに注目したという、うん、はいはい、うん、思ってたの違う。そう、まあ、ちょっと、そう、本当にね、うんうんうん、じゃあどんな人格、うん、どんな違いがあるのか、うん、言語、うん、や意思疎通を取ることができる、うん、要は乗っているバイカーによってどう、うん、そう、あのバイクと触れ合っていくかということで性格が変わっていくんですよ、うん、要は赤ちゃんを育てるような。あ、なるほどね、うん、なんかあったな、そのゲームで、まあ、言葉を教えるとかそこじゃないと思うんですけど、うんうん、ちょっとずつも人格を与えていくっていう、まあ、だからその人に合った感じに、うん、勝手になってってくれるってことでしょ。そうですね。だから学習して。お気に入りのあの場所に、っつったらもうすぐ連れてくれるみたいな。なるほどね。うわ、最高じゃん、みたいな。だからいつものっつっていいドリンク出てくるみたいなように、こう、もう、うん、その人に合ったものをこう勝手に学習して、うん、その人が気持ちよくなれるようにやる。まさに。なんかすごい思ってたのも違うなっていう、ね、コミュニケーションを重ねるごとに、うん、ライダーの個性を反映した独自のバイクに発展、うん、ライダーとバイクがお互いを高め合いながら成長していくという新しい楽しみ方が生まれると説明している。はいはいはい、ネット上では乗り換えられなくなりそうという声があると、うん、ただこの人格を持つというバイクを開発するという発表は大きな注目を集めており、ネット上には反響が殺到しているというようなニュースです。バイク乗られますか？バイクは全然乗らないですけど。ああ、はいはいはい。どうですか？でもその、もし、うん、まあ、バイク乗らない岸本さんが、うん、バイクに人格があって、うん、要は普通に道路見てると、うん、今日どこ行くってバイクと喋ってるような、うん、まあ、風景が当たり前になってきたとしたら、乗りたいですか？いや、絶対乗りたくないね。
あれ、すっごい気持ち悪いって思うわ。だカーナビが、今ちょっとなんか、可愛い子で、うん、まあね、なんか、キャラクターっぽい感じとか、ね。そうそうそう。なんか、ドラえもんだったかな、うん、なんかありましたよね、キャラクターみたいな。俺のイメージはあれなんだよ、うん、バットモービルみたいなやつとかでさ、こう、なんかさ、ああいうコンピューターっぽい車で、うんうん、なんか、話しながらこう、はいはい、なんとか出してくれよとか。友達というよりは羊に近いような。そうそうそう。コンシェルジュっぽいイメージだったんだけど。うん、なんかこれも友達感覚だよね。うん、そう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 。なんかそれがちょっと気持ち悪い。どこどこ連れてくれよって言ったら、ちょっと今日。うん、そういう気分じゃないわ。そういう気分じゃないから。なんか言うかもしれない。やったわー、うん、すげえイライラする俺。そうそう。喧嘩したら事故するかもしれない。あ、そう、それなんだよ俺。事故多くないんじゃないの、うん、これって思っちゃうんだけど。かもしれないですね。うん。っていうのはまあまあ、でもだんだんとコミュニケーションを通じて、うん、まあ、性格を構築していくというような自分でね。うん、っていうな。面白い発想だよね。あ、まあね。これだから日本企業じゃん。うん。川崎重工、ね。そこはまたなんか日本ならではなんじゃない、うん、この感覚。考え方とかちょっと育てていくというか、うん、そのアイドル文化があるような、そうそう、うん、至らないものをちょっと愛する、ね、商品として渡して、それを完璧に近づけていくというような、うん、自分好みにカスタマイズしていく感じとかね、そうそうそう、まあ、それがあるかもしれない、ちょっとね、まあまあっていうような、 BKB じゃねえ、関係ねえ全然関係ないし、いやバイク川崎だから、まあ、まあそうですけど、あーっていうね、ちょっと入ってきたなって、ヒアじゃないですよ、うん、まあまあそういうようなものです今回のニュースね、うん、はいはい、なるほどね、はいはいはい、では3つ目、うん、いきましょう、うんうん、彼女が彼氏にキスマーク、しかしその後彼氏が死亡、なぜ、うんうん、彼女がね彼氏にキスマークをつける、まあ結構あるような話ですよ、首元とかにね、うんうん、はいはい、ただその後彼氏が亡くなったんです、どうしてだっていうの、お、何それ、ヴァンパイアみたいな話、彼氏はキスマークをつけられた後、うん、激しい痙攣を起こし後に亡くなってしまったというような記録が残っているんですよ、しかも最近ですこれ、何それ、で彼の死因は紛れもなくキスシーンを、あ、キスシーンじゃない、キスマークをキスシーンでキスマークをつけたことによるものだというと、確か、うん、ではなぜキスマークをつけることが死因につながるのか、そうだね、そこだね、ですよね、うん、実はキスマークをつけようと強くすると、うん、場合によっては血管の血の塊ができてしまうことがあると、うん、うん、まだあとってあざみたいなもんだからね、内出血みたいな ね、 そ う、 ね、うん、そしてその血の塊が脳へたどり着き血管を詰まらせて脳卒中を引き起こすケースがあると、うん、要は血管の中にね血の塊を作っちゃってキスすると首元の、でその血の塊が脳に行って、うん、脳の細い血管が通らなくなって脳卒中になってしまうと、なるほどね、血が通わなくなって、いわゆる自然になるさドロドロの血液が固まって、うん、しこりみたいなのができてみたいなのが人為的に起こされちゃうってこと、しかも結構あるんですってこのケース、ああそうなんだ、うん、例えば聞いたけどね、ニュージーランドの44歳の女性がキスマークをつけられたことにより、うん、体の一部が麻痺するというような事態も発生していると、うん、後に回復してます、ああそうなんだ、うん、まあ、でも44歳でキスマークつけんの、いやまあそれはもうお国柄です、ニュージーランド温かい国でそっちが気になっちゃうわ、2つつけるでしょ、うん、まあまあ確かに日本だったらちょっとうわ、って思っちゃったよ、44歳の、うん、まあ、先輩作家いるじゃないですか、うん、でごめんお前遅れてっつって何回マフラーしてるじゃないですかあいつら、うんうん、して何回マフラーそうそう取ったら巻き込まれそうなやつ、熱い熱いっつって、うん、取ったらキスマークベッター首についてたら、うん、引きますよそれ、引くよね、うん、我々はね、うん、引く、ただまあ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 でも海外人、ね、ならいいのかな、うんうん、っていうのはまああるんですよ、うん、だ僕だからあれかなと思って、あの X-Men 出てきた正気を吸い取る女の子でしょ、それに近いですよね、なるほどね、うん、私とキスしたらダメみたいな、それでゾンビ化したらゾンビだしね、あまあ確かにね、キスすると精液を全部吸ってしまうのみたいなやつがあったじゃないですか、そういう一番思い出しましたね、なんか、なるほどね、うん、だからまあまあこういったねケースもあるので、うん、ちょっと首筋にチュッとならいいけれども、うん、ちょっと後つけるぐらいブチューっといくのはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと、いやもうでもね、うん、結構危ないんだねそれ、そう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 、そのあれじゃない、高校生ぐらいでしょ、うん、そんなの好きなの、あまあね、うん、高校生それ以上になるとちょっともうさすがにやめてくれって思う感じでしょ、それはカフェの店員とか、うん、いや分かんないお前の偏見でもうすごい出てたけど、カフェの店員とか夏場アイススケート場で働く男女とか、うん、まあそうだろうね、海の家とかいるやつだろうね、ああそうそうそ う、 そう、うん、あいつらつけたがるわ本当に、それをだから勲章みたいにしてるやつはじゃあ死の危険があるってことなんだね、あそうなんですよ、自殺してるようなもんですかそんなもんは、あ、うん、そうだな、気をつけてくださいっていうようなもんです、
そして今回、ちょっと最後のニュースになります。はい。はい、行きましょう。一体なぜ、ドアや壁に設置されている0と1の数字のみを盗み出す、バイナリ窃盗が発生中。全然わかんない。どういうこと？意味わかります？全然わかんない。要は、ドアとかのね、ナンバー。うん。202とか、202号室があるとするでしょ ?2 階の2号室。ああ、なるほど。はいはいはい。ゼロの部分を盗むんですよ。うん、ホテルとかにある201号室とかの、ゼロを盗む。ゼロの部分を盗むの。で、102だったら1を盗む。うん。あと丸も盗むか。1と0なんで。うん、で、2だけ残っちゃうってこと？そう。何それ？これはね、アメリカ、ペンシルバニア州、フィラデルフィア市のイーストケンジントン地区にて、うん、住宅の番地を示すための各家のドアや壁に、取り付けてある数字のみがごっそりと盗み出されるという珍事件が起こってしまったと、うん、奇妙なことに犯人の、窃盗の対象となるのは数字の1と0のみ、それ以外の数字が盗まれるということはない。この特殊な犯罪は現地の住人がコンピューターの処理に使用される1と0のみのデータ形式、うん、バイナリデータを連想したことからバイナリ窃盗と呼ばれ、人々を恐怖に陥れていると。なんて恐怖なんだそれが。ただこの奇妙すぎるバイナリ窃盗の被害に遭った住民は犯行の目的が全くわからないと困惑している。そうだろうね。そして写真もあるんです、実は。あ、撮られたの？はい。2202号室の丸を盗んでる瞬間です。てか女じゃないの？そうなんですよ。髪が長い。女性に見えますよね。うん、この感じね。お尻の感じとか。うん、女っぽい。肩掛け革みたいな。ああ、確かに。ちょっと女性ものっぽいし。パイスラね。うん、パイスラ、パイスラ。前見えないけど、後ろ背中多分してると思う。パイスラでしょ。うん、これ、写真にはね、2202号室の。普通に撮んだよね。丸だけを。何の、道具もなしに。サウスポーの左手で、スッと盗んでるような、写真なんですよ。本当に普通に、なんていうの、こう、道具とかでやる感じじゃないんだね。そう。手で。これが何とも何とも。そんなんでもすぐ捕まりそうなもんだけどね。この地区では。わけわかんないんです。なぜ盗まれてるのか。まあ、動機もなければ、うん。狙われる筋合いもないというか、なんだろうね、それ。さっき写真がお見せしたでしょ？うん。2016年9月12日、ついにその犯人の姿が捉えられたと。先ほどの写真です。被害に遭ったメーガン・ヘンリーさんの玄関先に設置されていた防犯カメラが犯行の一部始終を記録していたのだ。防犯カメラが捉えた、映像には、犯人らしき女性の人影が火曜日の深夜1時半前後に数字を盗んでいる姿が映し出されている。ゼロを剥がしてる、ね、ゼロだったね、マジなんですけれども、映像内で犯人とおぼしき女性は何食わぬ顔で家に近づき、さも当たり前のように数字を持ち去っている、うん、アメリカ国内において住所は基本的に州、市町村、そして、通りの番地で構成されているが、うん、その番地は通りに沿って各住宅に振られた数字となっていると、うん、そして各住宅にはその番号と同じ数字を外から見える位置に取り付けてあるのが一般的だと、うん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 、その番号、数字の車のナンバープレートのように1枚のプレートになっておらず、各自がホームセンターなどで好みのデザインの数字を購入して、2202、うん、取られたもので言うとね、っていうのを1つつけるんですって、うんうん。その0を盗んでいると。ドアや壁を取り付けてる。超不思議、うん。で、0と1しか盗まない。犯人はバイナリ、まあ二進数なんですけれども、うん、それを意識しているのかと。ね、コンピューター気分味わってるのがね、うん、で先ほどの写真で女性なんですけれども、うん、別の被害者では、うん、以前1を盗む男性の姿を目撃していると。へえ、複数いるんじゃねえかと。なるほどね、うん、組織的な犯行とかってこと。そうそう、で被害届も出されてます。当たり前ですけれども、だって0と1盗まれてるんですもん。もうね、うん、警察からは大した回答は得られていない。なるほどね。というような警察があんまりマジで動かなそうな、うん、犯行だよね。あ、そう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 。うん、で、これどうして撮られてるんだろうって仮説でね、うん、ゲリラアートの一種ではないかと。ああ、なんかに、うん、コンピューター社会に犯行するとか、そうそうそう、そういうことか。とか、そういったものではないかと。チンポムみたいな人がやるってことね。いやいや、ほんまですよね。あ、うん、で、その番地の数字はその家の住人でない限りそれほど気にも留めないと。うん、そうだね。明らかに近所の人間の仕業じゃないかと。うん。というのはまあまあものもあるんですって。だからこの
日本のコナンめいた名探偵の諸君、犯人は一体なぜ0と1の数字プレートのみ盗み出しているのか、ちょっと推移して見てほしいというような。なるほど。もので締めくくられているんですが、そっちで遊べと、海外の、ね、勝手に遊べと。はいはいはい、はい、うん。なるほど。わかりますか謎。この1と0だけを盗むというような犯人、うん、窃盗犯がいて、うんうん、なぜ盗んでいるのか。ね。わかんないですよね。これずっとなの期間。もう結構長いことやられてんのかね。でも今年に入ってたと思います。あ、今年入ってぐらいなの。うん。じゃあ相当数集まってるでしょ、もう。まあ集まってると思いますよ。しかも複数犯いますから、うん、捕まった時だから、なんかあのパンティーとかブラジャー並べられるじゃないですか、ね、体育館にね。そう、だから体育館に0と1がめちゃくちゃ並ぶみたいな。で、これ俺の1だわ、うん、あって持って帰る。テレビに映ってるの私の0だわみたいなのがあるかもしれないですよね。なんだろうね。なんかでも俺、作ろうとしてる気がするな。0と1だけ。イベントみたいな。おー、だから、何ヶ月何年か後の、なんかそういったような、うん、あの、何かお披露目するようなイベントで、0と1だけで作られたシンゴジラみたいなのがあったりとか。そう。なんかアーティスト集団っぽいのは確かあるね。複数犯なら、ね、うん。で、カバンに入れて帰るんで、だからそこ警察が捕まえて、職質してね。職質して、ちょっと見せてもらっていい、うん、カバンの中ゼロ入ってるけど、これ何みたいな。そうさ、ね、あ、私のゼロです。言うのか分かんないけど。言うだろうね。うん、これでも、まあまあ、うん、何にも突っ込みようがないよね。なんていうか、その、うん、持ってて。まあ、ゼロと一持ってるだけですからね。そうだろうねって。あの、ちょっと今、家でゼロ切れてまして、みたいなこと言えばいいわけでしょ。切れてまして、うん。ちょうど本当にさっき1切れました、みたいなこと言うてもいいですし。ね、なんかだから難しいんじゃないこれ。立件するとか。まあね。まあでもそうか、被害届あんなら、うん、家の中のだからすごい量のあんじゃない、家というか倉庫なのか分かんないけど、ね、0と1だけが積まれた、うん、それ0と1のフローでこう入ってるみたいな、はい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 、なんか分かんないけど、札束とか、ね、でもありそうですよね。でも、うん、僕の考えで言うと、やっぱりさっき言ってたような0と1だけで何かアートを作ろうとしていて、うん、でなんかやろうとしてんじゃん、何かに使うんじゃない、そうそう、何かに使おうとしてんじゃない、ゼロと1だけを集めるって、そのなんかね、うん、パンティア盗むのとまだ話違うから。そうだね、うん、そのでもさっき言ってたバイナリー的なことで、うん、コンピューター の、うん、あの数列みたいなので作って、うん、それをこうでっかくこう、はい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 、作ってなんかの文字みたいな意味をなすみたいにするとか、そういうことか、面白いですね。なんか、うん、文字でできてますからね。そうそう、パソコンとかの数、うん、あの、なんて言った、言葉っていうのもね、全部ちゃんと紐解いてこう見れる人が見たら、うん、なんかメッセージになるとかね。あと0と1だけ盗まれてるとか結びつけていったら、なんかあのごぼう線になるみたいな。あ、広く見たらごぼう線だ、この地図は。盗まれてるとこ線に引くとみたいな。もうそんなにいらないけどね。数はまあね、うんうん、というのはまあちょっとお話なんですよ、ね、4つすごいね、ご紹介して、分かんないね、何やってるか分かんない。どうでしょう、岸本さん。第1がホピ族の9つの予言。それで2つ目が、うん、川崎ですね。川崎重工、うん。そして3つ目が彼女のキスマークで亡くなったと、うん。4つ目がドアや壁に設置されている0と1だけを盗む窃盗犯。どれがなんか印象深いものとか。いや、すごい個人的に好きなもので言うと、うん、あの、予言。あ、9つの予言。なんだけど、なんだけど、うん、やっぱ最後の01問題は、ね、その何、想像力が。うん、働く感じで楽しいよね。0と1、なんかあれぐらい意味わかんないっすわ。あの、うん、バットマン2のペンギンって言われてるコブルポットっているんですよ。はいはい、ペンギンね。ペンギン。いるね、あいつが、あの、町中の長男だけさらえって言ってた、あれぐらい意味わかんない。理不尽な感じね。あれぐらい意味わかんない。なんでっていう感じ。長男だけさらえ。それが失敗したら、はい、もう次男でも三男でもいい。子供さらってこいみたいな、あれぐらい意味わかんない。やっぱでも本当は長男が良かったみたいな、うん、長男が良かった、長男さらえてこいっつって、ね、ペンギンにね、あのミサイル飛ばして、もしかしたらすごい簡単なことかもしんない、うん、あ、勝手にさ俺らがすごい想像しすぎちゃった、はいはい、もしかしたら本当に1と0で、うん、なんか盾と剣で、うん、なんかこう遊んでるみたいな、遊んでるみたいなとか、すっごいくだらないことかもしんない、男性器女性器見立てて、そうそうそう、ウイ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 、1を0に入れてみたいな、うん、そうそうそう、1を001みたいな、うん、そうそうそう、遊びをね、とかね、してるかもね、かもしんない。で、本当に単純かもしんない。ね、うん。なんか考えすぎとかあるかもね。うん、俺の大きな一を。だから、まあでも男女だからね。そうそうそう、男女だから、ね。男女だからありえなくはない。うん、そうそう、うん。で、バリエーションのプレイっていう。うん、確かに。01プレイだで、男性が1を取って、今の証言だと、うん、女性が0の0を取ってるから。お、これ。ね。もしかして、
これ正解ちゃうか。俺の大きな1を、ね、みたいなね。それでまあ、うん、使用された0と1は別の体育館に持ってかれてみたいな。うん、それかもうほん、あの、ベッドベトの0と1が生ゴミ捨てられてるみたいな。そう。燃えるゴミか。だから、燃えるゴミに捨てられてる。ゴムついた1が発見されるっていう。ゴムが被さってる1が出てきたら、ベッドベトだね。俺らの説、うん、だいぶ有力になってくる。だいぶ有力ですよね。うん、それはかなり有力になる、うん。で、ちっちゃい1とちっちゃい0生まれるみたいな。怖い怖い。なんかわかんないけど怖いな、うん。2はうちの子じゃない。そうだね。2は違う、2は生まれないもんね。別の人みたいな。理論的には。うん、お前なんかやったろ。揉めるやつ、ね。ゼロに目も揉めるやつです。何の話やねん。わかんないけど。まあでも。岸本さんの、だから、1にコンドームつけるのから始まったんですよ。いや、ひどいけどこれ。意外とでも僕らが、こう、想像できるようなことじゃないかもねっていうのは。だから、でもこれさ、見つかりゃ、わかる話じゃん。うん、確かに。犯人捕まればさ、なんでやったんって聞けばいいだけでしょ。普通に集めてました。ね。すいません。すげえ普通にフェチなんですとかかもしんない。それ0と1ってかっこいいじゃないですか。ね、文字的にシンプルで。あ、すいません。で終わるかもしんない。ね。もしかしたらね。そう、そんなことかもしんないってね。だそういう意味では、ちょっと。しもさん、髪切りました切ったけど。あ、そう。え、なんで。いやいや、別に。急に短くはなんないでしょ。さあ、収録の最後にね、プチニュース入れて終わろうかなと思って、岸本プチニュース入れてね。ね、はい、岸本髪切ったよっていう。なるほど。はいはいはい。ありがとうございます。はい、オカルト27でした。以上です。ありがとうございました。